国民議会はフランス国会の議員の一つ。会員に相当し、元老院とともに両院制の国会を構成する。名称はフランス革命時の国民議会に由来する。元老院がリュクサンブール宮殿を議事堂としているのに対し、国民議会はブルボン宮殿を議事堂としている。フランスの二院制は日本や英国、米国などと異なり、 一つの議会を構成する議員ではなく、それぞれが独立した議会である。国民議会に優先権があり、元老院は主に諮問機構として機能している。想定数は577名。フランス本土から539名、海外県、海外領土から27名、在外フランス人から11名が選出される。2008年7月21日の 国会制度改革案の成立により、在外フランス人向けの議席が設けられることになった。選挙制度は一区一人選出の小選挙区制で、有効得票の50%超かつ、登録有権者の25%以上の得票を得た候補がいない場合において、登録有権者の12.5%以上の得票を得た候補による決選投票を行う2回投票制が、 導入されている。一区あたりの人口はおよそ11万人であるが、一番人口の多い選挙区と少ない選挙区では5倍以上の格差がある。15名以上の議員が署名を付した政策綱領を提出することで会派の結成が認められる。2008年の憲法改正とこれに伴う制度改革により、野党会派及び与党少数会派は発言時間等について、 固有の権利を保障されることになった。2020年4月15日時点の会派名及び議席数は以下の通り。なお、会派の巡行成員には共同議員の身分が与えられ、会派別議席数を算出する場面では正規所属議員と同様に扱われる。アーシンブレーナ・ナスヤナルという名称は同じだが、組織として直接その流れを組んでいるわけではない。 フランス国会が制度改革案を採択。セルカンスクリプションスエレクタールズハットエビーコが、強し、奥村牧とナスト式。主要国の議会制度。基本情報シリーズ。国立国会図書館。 p34http コロンスラッシュスラッシュ www.ndl.go.jp スラッシュ jp スラッシュダイエットスラッシュパブリケーションスラッシュドキュメントスラッシュ2010スラッシュ 200901b.pdf 2017年9月23日閲覧 ?Effective de Grapps Politic フランス国民議会2020年4月15日閲覧 ありがとうございます。